あたかは、日本海軍の宝艦。先に建造された、宇治、佐賀ではまだ機関として居住制、通信能力に問題があり1920年度予算で、本館一隻が建造された。大やけでは GM 不足が判明、竣工直後にバルジを追加した。そのため基準排水量826トン、講師排水量955.9トンに増加した。 終戦時上海に残存、戦後中国に引き渡され、安藤と命名される。1920年12月11日、一等奉還、名こそと命名。1921年8月15日、横浜選挙に適行。10月11日に官名を、あたけに改名。1922年4月11日、浸水。8月12日、春行。 1934年、佐世保交渉にて、性能改善工事。バラスト搭載、缶の重油戦勝化、艦備延長、前マストを三脚マストに変更などを実施。1937年、呉交渉にて、特定修理。戦時中は、上海方面で、戦乱護衛などに活躍、終戦時在上海。終戦後、あたけは、 アメリカ海軍から行動を禁じられていたにもかかわらず、食料等の輸送を命じられて、上海から出港し、アメリカ海軍に打捕されるという事件が起きた。1945年9月17日、中華民国海軍に引き渡し、安藤と改名。1947年5月3日、日本海軍から除籍。1949年4月27日、 第2艦隊反乱事件発生。中国人民解放軍海軍に投降。9月24日、武庫にて中華民国空軍の爆撃により撃沈。その後引き上げられ、最終的に1970年代に除籍されたとされる。日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。 予備役編入されたことによる自動会食。ありがとうございます。